ピアニストの鈴木啓司です。初めてライブ配信ということで下手に舞台で弾くよりも緊張しますね。これ聞こえてるのかな、大丈夫かな、今日はお試しなんで。ジブリから行きましょう。
ってんだよ、大丈夫だね。いや、もう初めてで何も分かんないっていうね。どうしたらいいのかな。さて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 。あれですよね、きっと僕のことを知ってる人はなんかすごくこう、なんて言うんでしょう、アットホームな感じっていうんですか多分式とかね、あのコンサートの、ステージで見てる姿とは違うんじゃないかなと思うんですけど、まあそれもそれでいいということで、はい、弾いていきましょう。何かあればチャットですか、言ってくださいね。まあリクエストは今日はできないかもしれません。あ、ちなみにこれ練習してないんで。すいません、お聞き苦しいところがあるかもしれませんが、はい、ディズニー何がいいかな。何がいいんだろうね。美女と野獣、ホールニューワールド、パートオブユアワールド、よし、パートオブユアワールドにしよう。弾けるかな。Thank you.
ーワールドでした。いやー怖い怖い、間違えたらもろバレですねこれはまあ今回初めてやってるんですけど、なんて言うんでしょう、なんて言うのかな、孤独いやもうなんかね、もう無音で一人で喋ってる感じ。まあそういうもんなんですかね。ちょっと初めてなんで慣れないんですけど、うん、さあじゃあ次なんかあれば言ってくださいね。このなんて言うんでしょう、リクエストみたいな。今日ねジブリとディズニーとなんだっけ、なんかいろいろあるんですよいろいろって言っても、うん、あとこれは小さい頃に聞きに行ったピアニスト、コンポーザーピアニストっていうのかな、西村由紀恵さんっていう方の楽譜も何年ぶりかに引っ張り出してきて、何年ぶりもっとかな、うん、あちなみにこれサイン入ってるんですよ、ほら。いやないつだったかな、ちっちゃい頃ね、小学生、うん、それぐらいかな、うん、まあでもすごく綺麗な曲なんでいいかなと思って持ってきました。あでもそっか、譜めくりがねとか言っちゃいけないか譜めくりがまあまあ準備しとけよって感じなんですけど、はい、千と千尋の神隠しの主題歌ってどれだろう、主題歌？ちょっと待ってよ。千と千尋はどっかに入ってるはずなんだ。あ、これかな。やっぱりこう英語しか言ってない。One Summer's Day、 なんだこれ。One Summer's Day って、あの夏？なんだ。わかんない。これかな？まあ、せっかくあったんで弾いてみましょう。うん、あ、譜めくりね。はい、ちゃんとします。Thank you.
かったのかな、合ってるのかな、分かんない。まあでもこれ有名ですよね、うん、へいへいへいってなんだこのコメントは一体。はい、気を取り直しましょう。うん、喉乾いた。ちょっと紅茶を飲みますね。うん。もう誘われてないって、いやいや、ここ今度じゃあ一緒にやりましょうね。ん？人生のメリーゴーランド入ってるかな。おーっと難しいぞ。これは弾けるのか。いやー、ちょっとこれ考えた方がいいな。これひどい音楽を作りそうだ。そう、なんでライブ配信をね始めようとしたかっていうと、これなんですよ。これあのマイク、なんていうんですか、ピンマイク、わかんない、なんていうんだろう、あのよくテレビとかで使ってるやつですよね。それをちょっと今日、違うか、昨日届いたんだ。昨日届いて、まあちょっとライブ配信というよりも、なんだ、別の用途で使おうと思ったんですけどね、まあちょうどいい機会なんでやってみようかなということで、やっております。これがなかったら多分、ね、勇気なくてやんなかったんじゃないかな。いや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 、まあそんなこんなでやってますけども、ん、人生のメリーゴーランドと猫バスなんかこう入ってんの、ちょっと待って、入ってるかな、猫バス。猫バスはちょっと楽譜がないですね。ホールニューワールド、ディズニーに飛んだぞ。テルーの歌、テルーの歌、ちょっと待ってくださいね。テルーの歌ここにないんだ。あるのがこれ、ちょっと英語しか書いてないんだよな。風の通り道、トトロ、あと谷への道、これナウシカ、あとファンタジア、これもナウシカですよね。あとポニョ、ポニョはちょっとこの深夜に弾いたらテンションがおかしくなりそうだからやめておいて、あと人生のメリーゴーランドと、あともののけ姫から、もののけ姫ってタイトルかな、うん、あとアシタカとさんとかもありますね。あの散歩とか入ってるんですけど、ちょっと今そんなテンションじゃないので、その辺にしようかな。ディズニーはこれね、結構難しい楽譜なんですよ。ホールニューワールドが来てますね。ホールニューワールドでしょ。あとは星に願いは、これ難しいんだよね。難しいとかプロが言っちゃいけないかもしれないけど。あとなんだっけ、あ、美女と野獣でしょ。ファンティリュージョンもあるけど、ちょっとついていけないね。ファンティリュージョンね、ちょっと待って、ディズニーならまだあるかも。いや、ゲド戦記実は結構好きで、この前なんだっけ、なんかロードショーでやってたんですよね。これってあれか、1時間までなのかな。星に願いをアレンジしてみて、アレンジしてみてください。ちょっと無茶ぶりをしないって。じゃあディズニーはディズニーでまとめましょう。メリーゴーランド弾けるかな、やってみるか。本当練習してないんでごめんなさいね。
なんて言うんだろう、ワルツ調にしちゃった。ちょっと待って、ダメだね、そんなことしちゃいけないわ。ちょっと挑戦してみるか、本当に初見で。いけるかなこれ。途中まで、途中まで。じゃあ今度ちょっと練習しときます。これ難しい、難しいですね。練習します、練習しときます。次やるときに。
いや、ひどい演奏をしてしまった。反省。なんかね、1時間までしか無理っぽいから、ジブリ離れようか。離れます。ありがとうございます。ああ、いえいえ。すいませんね。もっと初見ができればね、ちゃんと弾けたんでしょうけど。さあ、じゃあディズニーに行ってみよう。なんだっけ。ホールニューワールドと星に願いをアレンジはしません。楽譜があります。いや、楽譜ね、本当に、これ難しいんですよ。上級みたいに書いてあるんで、音が多い多い、本当に多いぞ。また星に願いをちょっと最初にあるんでいきましょう。これもほぼ初見なんで、すいません。Thank you.
を何回か何回かだっけ1回だっけ引き直しちゃったんですけど、すいません。で次はなんだっけ、ホールニューワールド、どっかにあるよな、どこだったかな、ホールニューワールドでしょ、ちょっと待ってね、あ、その次か、ページね、ページがね、ちょっとね、あー、くー、くーってくーって、あ、あの、あれか、ちょっと演奏がひどくて泣いちゃった感じいや、なんかね、これ怖いんですよ、あの、初見で人前っていうか、まあライブですけどね、配信ですけどね、怖い怖い、いやあ、拍手ありがとうございます。胸キュンが多発、あの、多発して事故を起こさないようにしてくださいね。胸キュン事故胸キュン事故って何それいやいやいや、もうコメントが面白い。ちょっとホールニューワールド弾けるかな、やってみようかな。ページがね、めくれないんですよね、これね。しかもいいとこでなんかね、いい和音が使われてるって悲しい展開。いやー、めくりたいけどな、ちゃんとな。じゃあホールニューワールドいきます。
しいですね。いや、あの本当はもっとね、あのいい曲というか、あのいい、なんて言うんだろう、編曲、そう、いい編曲のはずなんですよ。弾けてない、ため息ばっかり。さあ、もうライブ配信始めて45分経ったみたいですね。あの今日素敵でした、ありがとうございます。今日誕生日の人知ってます？いや、誕生日とか言いながらあの紅茶飲んだけど、まあいいや。今日誕生日の人誰だ？あ、僕じゃないですよ、僕は違う。また明日から頑張れそうです、頑張ってください。今日ブラームスの誕生日らしいんですよ。あの日にちがね、日にちが、あ、日にちがって当たり前か、誕生日か。そっかそっか。1833年5月7日ブラームス先生お誕生日、日本時間だとあと9分ですけどらしいので、あのね、あの配信するちょっと前、直前に本当に軽く練習した曲、あの非常に有名なブラームスがね、ブラームスの曲があるので、それをちょっと弾きたいと思います。あのブラームス、あの僕が研究しているドホナニっていう作曲家のことを評価した人なんですよ。あのドホナニってハンガリーの音楽家なんですけど、あのその方の音楽を評価したということで、自分の研究している作曲家とも結構深いつながりで、まあそういう意味では親近感があるんですが、弾けるかな。はい、オーパス118-2かな、118? うん、合ってる合ってる、118-2、あのインテルメッツォ、有名なやつですよね。これ動画、実は自分のこのチャンネルに、くるかなくるかな、ブラームスといえばそうですよ、この曲ですよ。あの自分のチャンネルに載せたんですよ、演奏を。でもあれ、あの編集してるんで今回どうなるかな、ちょっと分かんないですけど、弾いてみましょう。あの本当に10分ぐらい、10分も弾いたかなぐらいなんで、間違えてもあんまりあの気にしないとか、多めに見てください、お願いします。Thank you.
まあほぼ、まあ、初見じゃないんだけど、ちょっとかなり久しぶりに弾いてみました。まあ、コンサートではね、もちろんもっと ちゃんと弾きますけど まあそれはそれ、これはこれということで、弾いてみました。あ、もう日が変わっちゃいますね、ブラームスさん。はい、おめでとうございました。あと2分です。さて、いやでもこの曲もっとね、ちゃんとね、弾きたいよね、弾きたいですよね。さあどうしようかな、もう終わりに近、終わりというかね、1時間枠、1時間だっけ枠って。え、神様降臨 いや神様はね、多分降臨してないんだけど、一曲どこなに弾こうっと。あ、拍手ありがとうございます。どこなにせっかくなんで一曲弾きますが、何にしようかなっていうところではあるんですけど、ハンガリー・ウォッカというやつですね。それを弾いてみようと思います。宣伝しますが、これ僕の記事が載ってる雑誌なんで、「ムジカノーバ」という雑誌、4月号5月号、ネットから買えるかな、買えると思うので、気になる方はぜひ、買ってみてください。解説だいたい3ページ4ページぐらい載ってます。今日は、今からはその4月号に載ってる曲をね、弾こうかなと思います。「ハンガリー・ボッカ」という曲の第1曲目、これ作られたのがいつだっけ？1924だったかな？24、25だった気がするんですけど、その年の曲です。はい、じゃあ弾いてみましょう。Thank you.
い、こんな楽曲でした。すごくこうロマンにあふれた綺麗な曲書く、そうですね、綺麗な曲、あと情熱的な曲書く作曲家です。ブラームスのことを尊敬していたし、ブラームスもどこなりのことを認めていたっていうことで、まあ何て言うんでしょうね、作風も、まあ、似ていると言っていいのかな、影響を受けているような感じとなっています。さあ、もう1時間ぐらいやってるんだね。なるほど、結構やってますね。 ああ、でも最初も緊張してどうしようかと思った。もうね、ステージなんか行くよりももうね、何百倍も緊張。いやー、これはね、ライブ配信定期的にやってる人すごいですね。尊敬します。舞台の方が僕は緊張しないというか、まあ慣れかもしれないですけどね。はい、まあ、だいぶ日が変わっちゃいましたね。いい時間になりました。あ、皆さん拍手をありがとうございます。もっともっと引き込んでいけばね、いいんでしょうけど、またコンサートとかでも弾いていきたいと思うので、ぜひ聴いてください。まあ、今回そろそろ終わりにしようかな。終わりにしましょうか。ライブ配信しましたけど、今回タイトル、ボリュームがゼロ。ゼロ。やるか、まあ、試しってことなんですけどね。また機会があったらやりたいと思います。ぜひチャンネル登録していただけると、多分通知いきますので、多分急にやるんで、チャンネル登録していただけると、通知がいって見逃さないかなと思います。ちゃんと練習もしておきますね。はい、ではこれで終わろうかなと思います。夜遅くまでありがとうございました。ではまた。